するしない？ちっちゃい頃どんな子だったんですか？どんなだったかな。別に外で遊んだりとかしてましたよ。スポーツ好きだし。兄弟いる？弟がいるんですけど、でも8個離れてるんで。結構離れてますな。うん、そう、8個離れ、兄弟いますよ。私3姉妹で上と下に。次女。はい、やかましいのが。なんで終わったの？北田さんよりやかましいのが。ひなたよりぶっ飛んでるやつですね。やつ。特に姉は。はい。学校勉強得意でした？得意な方だったと思いますよ。算数とか？うん、算数とか得意な。数字は強かったんだね、確かに。何部だったの？学生の頃とか。僕ですか？僕以外に今誰がいるんですよ。中学の時ですか？中高どっちでも。器楽部っていう吹奏楽みたいなもんですね。楽器？楽器。器楽っていうんだけど、まあ吹奏楽みたいなもんです。吹奏楽部。で中学高校も？いや、高校の時は軽音とバレーボール。楽器好きなんだ。うん、楽器好きです。何ができるんですか、楽器？僕は打楽器系が得意だな。なんでティンパニとかわかんない。わかります？わかりますよ。ティンパニ、スネアドラムとかです。実は。学生の頃から持ってたの？学生の頃からモテたの。でも中学ですよね。うん、高校生の時はなんか普通ぐらいです。初めての彼女は何歳？中3と高1の間です。同級生？いや、1個上で。あ、先輩だ。英会話教室に通ってたんですけど、そこの1個上の高校生の女の子にアドレスを聞かれて、でなんかずっと見てたんだよねみたいなこと言われて。アベマ TV？ 違う。アベマ TV じゃないわ。見てるんだねみたいなこと言われて。何、塾でってこと？英会話のスクールで気になってたんだみたいな。気になったんだねみたいなこと言われて、なんかドキドキして次の日に付き合ってました。可愛い。何そんなエピソードあったの？そういう。1年半ぐらい付き合ってたんで。結構長いですね。はい。それが何？初だての人？うわー、ピュアね。じゃあちっちゃい頃から顔も可愛かったし、きっと表になられてたんだよ。表ではないと思いますけど、最近の趣味は流行ってる自分の好きなこととかなんですか？中二病は落ち着いたの？中二病は落ち着きましたけど、映画とか家で見たりするの好きですね。何見てます？映画。邦画も好きだけど、洋画の怖い。あ、怖いのもいけるんだ。やつとかも好きだから。人いっぱい死んじゃっても大丈夫。うん、大丈夫。なんか何でも。じゃあどのジャンルも結構見れるの？アニメとかも見ますもんね。いや、まあアニメ見るっていうか、アニメのキャラクターが好きなんですよ。例えばルルーシュとかコードギアスみたいなね。はい。なんか新しく今この時期に映画がやってて復活したんですよ、ルルーシュが。いや、予告で見た、テレビで見ました。だから復活したっていうから、僕Mリーグの予選の最終戦、こっちの目だけコンタクト違う目で行ったんですけど、行ったんですよ。でも全然光の加減で分かんなくて、視聴者にも伝わらず3着で全然復活してないっていう。復活のシアトルにはならなかった。シアトルさん、あれだ、そうだ、目の色変わるんだもんね。そう、変えていくっていうか、朝起きたら変わったんだよね、確かね。そうですね。そういう時はたまにありますね、やっぱ。32歳でそれでいいの？いや、いいんじゃない？これはこれでしょうがないじゃん。でも今はいいよ。今は可愛いしさ、髪もあるしさ、いいと思うよ。それ40過ぎてもそれ頑張れる？だから要はよ、瀬戸熊さんってかっこいいじゃないですか、急に。かっこいい、かわいい。かっこいいし、やっぱ人間としての魅力すごいんですよ。でも俺、瀬戸熊さんにはやっぱなれないんで。なれない。だから前髪パッツンにすればいい。やめろ、ここに出てくるだろ。真似すればいいじゃん。やめろ。瀬戸熊さんには僕なれないんですよ、要は。だからもう白鳥翔で行くしかないってこと？行くしかない。でも他の人が白鳥翔に憧れてても白鳥翔にはもうなれないから。俺のは無理だよ絶対もう。なんです、どういう意味で？いやこんなこと続けられるわけないじゃん。2日にいっぺん人から声かけられるぐらいだもんね。まともな精神状態でこのこうなれるわけないんだ。すごいね、自分のことそんなちゃんと冷静に分析力あるね。あるあるある。仲いい友達とか今いるんですか？いないいない、友達ないよね。そうだよね、いなさそう。まともじゃないんだからさ。連盟の中で仲いい人とかいないですか？本当にみんなよくしてくれるんですよ。だからそうで腫れ物みたいに扱われてる。いや扱われないの、それが優しいのみんな。でも確かにめちゃくちゃ構われてるよね。めっちゃ優しいから、友達っていう友達はやっぱ僕、はい、同年代がいないんで、男でもいないんで。32歳、そうか。そういないんで、そういう意味では友達いないんですけど、でもやっぱ先輩が優しいし、人として好きな人がやっぱ多いんで、連盟は。まあ、滝沢さんもちろん大好きだけど、うん、もちろんかっちゃんって勝間さんも大好きだし、山田博さんとか、はいはいはい、もう超好きなのよね。優しいよね。そう。後輩は慕われてるんですか？いや慕われてるって感じたことないな別に、うん、だけどなんか上からの方が多そう。くれますし、白鳥翔に憧れて入りましたって人ももういるでしょ、いっぱい。自分で言うのもあれですけど、その白鳥さんみたいにっていう人、うんで受けてくれる人はいるみたいですけど、金髪になりたいのね。そう、道場で勤務してた子が「白鳥さんに憧れてるんです」って言って髪真っ赤にしてきて怒られましたけど。迷惑じゃん。ごめんね、白鳥さんのせいで。ごめんね。連盟のなんか話とかないですか？連盟あるあるみたいな。連盟あるある。あるある。あるあるって何？最高位戦で飲みに行ったらお酒だけで尋常じゃない金額で行っちゃうとか。あ、僕あんまりその友達いるんで飲み会とかあんまり行かないんですよね、そもそも。お酒は飲むの？めっちゃ好き。あ、そうなんだ。一人で。何飲むんですか？ウイスキーとか飲む。じゃあうちの新津代表とかと仲良くなりますよ。新津さんさ、めちゃくちゃいい人じゃない？うちのもういい人かな。いい人。あのさ、なんかちょっと照れ屋じゃん。照れ屋だよね。照れ屋シャイですよね。ああ見えてシャイボー、あんななりなのにシャイボーイ。そうそう、可愛いでしょ。でもお酒入ってる時俺翔ちゃんと呼ばれてるからね、新津さんに。普段はなんかもう照れて分かんないの、会話の会話あんま呼んでくれないんだけど、お翔ちゃんみたいな感じになるのが好き。めちゃくちゃ人と飲むのが好きだからね、代表は。あ、そうなんだ。人と飲む時はご飯ほとんど食べないでしょ。ご飯屋さん行っても俺はお前と飲むために来たからって言ってほぼ飲んでるだけで。そうなんだ。そう、家帰ったりとかしてから食べるんですと。へえ、何それすごいね。お前との時間を大事にしたいタイプ。それは男女問わず。へえ、何そのかっこいい話でしょ。あれが60過ぎて、ああなってけばいいんじゃない？だって63とか言うんですもん。すごいね。だってチリチリの銀みたいな頭になるってだいぶ。翔ちゃんもあっち方面行けばいい。あれもだって男の色気的な部分じゃないですか。もう一度ないもん。ないね。ないもうない。なんかひっそり死んでいくと思う。いやいや本当に。ひっそり知らないよ、多分あれだよ、ご飯行こうって誘われてるよ、その時も。そうかな、ヒロさんからその時はヒロさんも結構いい年だね。先輩だしね、だいぶ上だからね。白鳥さん、アベマズなんか本当にいいんですか？いいっすよ、いいっすよいいっす本当にいいっていうか、やっぱどうしてもっていうか、大井さんがやっぱりリーダーで、大井さん中心のチームじゃないですか。それに関して言うとやっぱ僕と、松本でよかったなと思います、本当に。でもそれはね、本当にはたから見ててもなんかあれだからバランス取れてる感じがある、ね、絶妙だよね。だからなんか俺他の人だったらってこう想像するとなかなかいない可能性あったじゃないですか。もう全然ありますよね。だって太郎さんの奪い合いがあったから、ドラフトで。まああそこで太郎さん入ると、大井さんと太郎さんが仲良すぎて、あ、なるほどね。そう、翔ちゃんちょっと一人ぼっちになりがちになってしまうかもしれない。でもまあ、でも太郎さんとも僕結構話すんで、もうなんかそこはうまくやれたかなって感じはなんかしますけどね。でも今とは多分雰囲気違うよね。雰囲気は違うよね、だと思うし、なんか他のなんかいろいろこう組み合わせのパターン想像すると、一番こう主役っていうか、がいて、それをなんかサポートじゃないけどする2人がいるっていう環境がやっぱ大分にとってもいいんじゃないかなって。でも全員主役要素がある人じゃないですか3人。うん、まあ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 そうなんだけど、やっぱりその松も人を立てるのうまいし、で俺は別にふざけてても何も言われないし、俺多分マージャンプロで唯一大井さんに敬語使ってないんじゃないかなと思って、年下の中で。どんな感じで言ってるんですか？俺タカちゃんさっていうすごいでしょそれ、タカちゃんとか言って、タカちゃんメイク入れますよとか言って、こんくらいです、入れますよとは言うときあるけど、ちょっと敬語みたいな、タカちゃん出番ですって、本当にこんな感じですね。でもやっぱ本当にそのくらいじゃないとやっぱ距離感とかはねつかめないと思うし、やっぱなんかこう大井さんっていうだけでみんな緊張しちゃうじゃないですか。ちょっと緊張しちゃう人はしちゃうじゃん。そうだよね、そうだよね。でもその俺が例えばじゃあ久戸さんのことを久ちゃんって呼んでて、それが許されてるのってもう絶対的な俺はリスペクトがあるわけですよ、久ちゃんに対しても大井さんに対しても、それが伝わってるからこそこれで OK なんですよっていう。確かにそれがなかったらね、なめてんのかみたいになっちゃうもんね。なるそうそうそう、そうなんですよ、そこなんですよね。じゃあかなりバランスでアベマズの中は回ってるんだ。と思いますけどね。なんか他の組み合わせはちょっと想像できなくないですか、アベマズってて。なんかもうあの3人、例えば誰だろうとかね。でも今後は人が増えたりするときに違った一面とかになるかもしれないですけど、まだどうなるか全然わかんないからね。何がどうなるかもわかんないですもんね。わかんない。なんて励まし合ったり声かけたりしてるんですか、試合の後とか。3人で喋ったりするんですか？喋りますね。でもなんかほんととにかく僕がマイナスずっとしちゃってたんで、まあとにかくほんと明るくいようというのを僕は努力してましたけど、とにかく明るい白鳥やろうと思ってましたけど、やれるみたいな、タカちゃん今やって帰ってくるの、マイナスだけどうちらやれんのみたいな、マイナスだけどタカちゃんやれんのみたいな、今日みたいな。逆にもう変にこう気持ちを周りまで落とさないように白鳥さん明るく振る舞ってたんだ。まだトータルマイナス90だよ、いけるよとか言って俺マイナス300してんのに俺300みたいな、いけるいけるとか言って、で松が負けて帰ってきて、大丈夫大丈夫俺だからマイナス300してんの俺だよみたいな、明るい。あ、そうだったんだ。それで乗り切ったんだ。まあでもいけるなとは思ってましたし、まあかっこいいね今何言い方いやいやおかしいから300。まあでもなんかそれはちょっと大井さんも他のとこで言ってましたけど、やっぱ大井さんってもともとこう安定タイプなんで、そうね、なんか大負けしないタイプよね。なんかどちらかというと僕も一緒で、まあ松はどっちに触れるかわからないけど、まあ松だってもちろん力はあるわけだからっていう意味で、まあこれもうほとんど大丈夫でしょみたいなって思ってたんでですけど、やっぱ僕がこう下に行っちゃった時に大井さんも自分で言ってたけど、大井さんもやっぱギアチェンジしてトップ取るか、まあ、リスクもあるような選択を大井さんがしてくれて、それでまあ見事最後の方11連帯っていう、すごいよね。まあ結果もついてきたし、まあ、そのそこがすごいよね、大井さんはまたね。そう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 、変えれる。だってさ2人ともさバランス型でさ、そんなに本当に何回打っても絶対プラスのバカ勝ちはしないけど、そう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 、絶対そんなひどいマイナスになりませんっていう打ち方なのに、仲間のそのピンチで俺ちょっと違うとこ行ってくるわみたいな感じでちゃんと成果上げてくるのが、そうそうそう、だから本当になんか感謝してるというか、自分のマイナスを顧みずそのギアを変えてくれたっていうのをすごい本当に感謝してるし、心強かったですね。また見事にハマりましたよね、帰ってきたしね、それがね。本当すごい。普通ああいうのやったらどっかでね食らうけどね。そう、それがないままにしっかり、だって結局2位だもんね、レギュラー、シーズンでね。これが終わってる頃にはアベマズ優勝してるか、優勝してんぞ、未来の俺聞いてるか、優勝してんぞ。何回打った？未来の俺24回中2回打ったぞ。あと22回あと2人なの？わかんないけど、少ねえなー。わかんないけど少ねえなー。でもそれもね、まあどうなるか今後、いや本当わかんないですよね。何回誰が何回打ってもいいんで。そう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 。さあというわけで今回は白鳥翔プロにお話聞かせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。でこのねひなたの部屋でもなんとプレゼントがいただけるということで、ありがとうございます。それがこちら、こちらのタンブラーを、これ可愛いですよね、タンブラー。タンブラーはマジ可愛いんですよ。持ってる？正直、あ、僕まだいただいてないんですけど、買えや応募フォームから抽選で1名様にプレゼントさせていただきます。ありがとうございます。はい、こちらのタンブラー、ぜひ皆さん当ててください。さしあとりさん、はい、プライベートのお話からアベマズ、エブリーフ、ありがとうございました。いや、こちらこそ、NG が多い番組ですね。ずいぶんカットが多い。ちょっとやめてよ、それ流してないやつバレるじゃん。え、じゃあもう一回振り返る NG のとこ。あ、人選んでんだ。選ぶ。ごめん、正直で。誰のことなんですか？いや、大丈夫ですよ。それはやめたとして。はい。今後もね、いろんなところでまた活躍もあると思いますから、ぜひファンの皆さんにいいこといただければと思います。そうですね。まあもちろん、これが、放送されてる頃には、M リーグの初年度のシーズンは終わってるんですが、まあどうなってるかわからないですけど、現状渋谷アベマズとして活動してます。そして、日本プロ麻雀連盟として活動してるので、そのどちらも応援していただけるとすごく嬉しいです。これからも麻雀頑張りますので、応援の方よろしくお願いします。とても真面目な人柄がにじみ出る締めのコメントいただきました。どうもありがとうございます。結構見た目は破天荒に見えるけど、根は真面目タイプなんですよね。そうだな。うん、そうだと思います。実は。はい。またぜひ遊んであげてください。はい。うちの代表と。はい。うちの代表と。はい。というわけで動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、高評価。はい、高評価よろしくお願いします。Twitter もフォローしてね。ではまた皆さんお会いしましょう。白鳥さんありがとうございます。バイバーイ。